何食べますか、お客さん。私はビールセットで。嘘だ。いや嘘です。なんだよ。あんた何食べんの。エビチリ食べたい。いや餃子王将と地雷系女子似合わなすぎる。これとこれどっちがいい。それがね。じゃあこれで。いやいや、あんた天の弱すぎるやろ。エビチリあったら食べる。エビチリもじゃあ食べる。ミニラーメンみたいなやつないの。ミニラーメン。ミニ。でもあんたそもそも餃子王将好きな。あんま来たことない。あんま来たことない。じゃあ今日で餃子王将好きになってな。僕は餃子ダブルやね。餃子食べんの。餃子王将来たらそれ餃子食べるでしょ。あんた逆に何よくわからんやつ食べてる。あなた理解できひんわ。餃子王将の餃子好きなの。めちゃ好きやで。一番好きやで。ニンニク激増し餃子にしよう。僕は食べれんや。食べれるやで。じゃあこの普通のニンニクゼロ餃子も頼んだろうか。でもどうせそんな食べれん。3個だけだと食べるやろ。3個だけやで。食べれなかった。食べてな。分かった。あ、すいません、この餃子定食のめっちゃ食うって思われてる。多分この人たちめっちゃ食べるじゃんと思ってる。まあ、実際めっちゃ食べんね。めっちゃ食べるって思ってる。どうする。アイドルの生活ってやつらめっちゃ食べに来たよって言われたらめっちゃ食べるだけやったら別に文句じゃない。ありがとうだから食べ方汚いとか言って嫌やな。綺麗に食べる。なんやねんこれ。なんなんこれ。何それ。変なの。可愛くない。変な人やな。メンヘラです。ね、自分でメンヘラメンヘラですって言わないね。メンヘラです。やばいメンヘラや。ファッションメンヘラ。つこんな餃子待て。こんな餃子本当に食べれるの。無理かもしれん。無理だよ。え手伝ってくれるっていう話。無理だよ。餃子うまそうじゃないですか。もちろん。でもなんかニラレバ炒めみたいなの頼んでなかった。そうやで。頼んだって絶対無理やな。フードファイトすることあるわ。しかもなんかお腹空いてないって言ってなかった。あ、そんなのが言ってないね俺。じゃあ入れてください。ストップって言って。自転車ない。オッケー。あとはお酢。お酢やな。もうちょいや。まだや。まだや。もう全部使い切るけど。オッケー。本当に。ほんまやで。嘘ついたことないやろ。そうでしょ。あるよ。ストップって言って。オッケー。もう酢じゃん。もう酢よこれ。9割ですよ。9割です。これが餃子のタレです。すいません、こちらの席どうぞ。お腹すいた。お先いただいちゃってね。非常に申し訳ないですね、本当に。いただきますわ。失礼いたしますね。絶対さ、水入れすぎた。いや、こんなもんやで、俺。美味しい。うまっ。いけるんじゃん。いけるわ。よかった。エビチリ、エビ大好き。いただきます。美味しいか。あんたエビチリ好きやな。エビ大好き。美味しい。めっちゃエビ。エビチリを食べるも勝ち。ドット MP4。ほぼと思うぐらい。ちょっと食べてみ。だってニンニクだもん。どう？あ、かわいいね。おいしいな。行儀いいね。どこ行くの？言われとる。この人ね、ネギ抜きやね。ネギ抜きの話されとるよ。美味しいか。これも食べだから1個だけ食べ。もともと臭いが大丈夫や。元から臭いで気にするほどではない。モカちゃん今から餃子食べます。
ネギおるな。で、俺ルージュともちにてると思うから。おー、食べた。美味しい。我慢して、自分で我慢して。じゃあ、はい、あと2つはまってるよ。あと2つも食べ。生姜を感じるな。いや、生姜ないから。おいしい。みんな食べ、早く。もう一個食べてね。絶対今もぐもぐタイム。もぐもぐ終わったら教えてな。はい、ごちそうさまでしたわ。ごちそうさまでした。美味しかったですか？また来たいですか？じゃあまた来ましょうね。次でバニラ定食にする。わかりました。じゃあ帰りましょう。うん、今日は頑張った。さよなら。でもなんかその、なんか全国各地の友達がいるから群馬に住んでる子と東京で会って遊んでとか、大阪にいる子と東京で会って遊んでとかしてたから、ここら辺が待ち合わせ場所。全国各地に友達がいるっていうか、ネットの友達しかいないの間違えちゃうから。うん、リアルに友達おらんくて、ネットにしか友達がおらんっていう。でも実際そう、なんかネットに友達多かったから。で、俺はそういう友達もいないし、なんならリアルにも友達がいないから、外に出るわけないよね。そんなこんな映えるところ悲しい話しないで悲しくなってきたな。あのさ、うん、ドンキさ、あのお肉とか売らなくなったじゃん。ああ。みたいなさ、張り紙書いてある時から、もかたちずっとどうするって言ってて。今もう売ってんやね、ほんで。あ、そうなんだ。俺らの一番近いスーパーがドンキホーデだったんですよ、渋谷の。だからそっから肉なくなったら、俺ら肉で食えないやんってなって。どうやって生活するってなったよね。でそっから冷凍の肉買ったりとか、めっちゃ遠いよな、まだスーパーが、ほんで。あ、普通にあるスーパーも遠いんすよ。おいおい、払うな。飛んだ。やべやべ、飛んだ。ねえ、汚い。マジ汚い。汚い、この人。これは汚い、しますね。想像の17倍汚い。俺ね、リュウジって人が好きなんや。リュウジ友達なわけやから、なんで YouTuber や。うん、結構料理するときはその人見て料理するから。おかわり、クックパッド。ぶつかんねえ。えっちゃん、はい、行くよ。足筋肉痛なんです。リップぐらい塗った方がいいな。髪ボシャボシャやけど。今日電車に乗って行ったんだけどさ、うん、隣に座ってきた男の人がさ、一人ごとでずっとなんか、静かになる。